ニューメッセンジャー降臨か。ビーズリーはメッセみたいに甲子園で引退試合するくらいになってほしい。ビーズリー最高やな。ビーズリーは防御率000継続してくれ。最後昨日の近本の打球と同じでアウトにし完全にやり返したな。ホームランも出たしビーズリー完璧だし良い試合だったわ。昨日の分やり返したわ。明日勝って交流戦に行こうぜ。ビーズリー、石井、岩崎、ゲラ、完璧完封リレーをね。ビーズリーは救世主になりそう。ビーズリーはこれで一回失敗してもローテに一得だな。今日炎上してたら二軍落ちの可能性はまだあった。これは阿部のしたい野球をやり返したってところか。今日は安心して見れたわ。良くも悪くもロースコアで勝つのか阪神や。ビーズリーこそがアレンタに必要な新戦力。ビーズリー残して正解やったね。メッセみたいな存在になってほしいわ。巨人ハマジでボール球スイング多いわ。ビーズリーはそれに救われたところもあった。ビーズリー2軍から合わせたら40イニング連続無失点とかメッセンジャー化しとるやん。ビーズリーまだ28歳と若いしメッセになれるな。B ちゃん2桁到達したらヒゲ剃るイベント起こらんかな。阪神は選手が腐らんのが大きいわ。首脳陣が優秀なんだろう。ビズリーチはソフバンなら10勝以上余裕だな。今年はビーズリーとナベリョが戦力化できたら大きい。ビーズリーも2勝目。コミュニティにて期待の選手や使ってほしい選手、試合の感想や他球団の話などファンの方々と盛り上がれたらと思っています。阪神ファンだけでなく他球団ファンの方もぜひチャンネル登録お願いします。あ、もちろんコメントと高評価も。